吉田さん、おはようございます。億万長者合宿リターンズ、ここまで5つか6つの動画を提供してきました。吉田さんがね、お見通しのように結構今回真面目に動画作ってる感じするでしょ。これなんでかっていうと、まあ売り上げが高まる可能性が高いからなんですよ。毎回セールスみたいな内容がちょびっと入ったのは吉田さんにはもうお見通しだと思いますけども、ここまでですね、速稼塾は6件売れてるんですよ。メールでの申し込みが5件、4件ですね。で、こちらの方に、ね、書面もいただいてます。書面での申し込みと、あと現金書き留めでも1件お申し込みいただいてます。まあ、それぞれ頭金3万円というスタートだったんですけども、6件なんで18万円の売り上げがここ数日で上がってるってことなんですよね。で、ご入金いただいたんで当然私のところの売り上げになるんですけども、これがね、なんで起きるかってことなんですよ。それはですね、私が今回話してる内容っていうのが、多分今回入塾された方の、まあ、本当にね、自分のことを言われてるように感じたからだと思うんですよね。でまさにそういうふうに視聴者さんの感じてることや思ってることを私が察してですね、お話してるってことが、まあ、今回の動画の大まかな趣旨なんですよね。で他の方、まあ別に速稼塾に入んなくてもいいんですけども、前回のお話で、まあ頭がいいこととね、それから体力があること、そしてお金があること、この3つ大事だよってことをお話ししました。この3つの合計値がもしかしたら愛情になるんじゃないかなというふうなこともね、最後の方でお話したと思うんですけども、私は10代の頃勉強なんてね、できなくても大したことないと思ってたんですけども、今は考え方を改めてます。それは何でかってことをお話しますね。まあ、これが今日の後半の伏線にもなるんですけども、まず小学校や中学校の基礎教育をそこそこクリアした人ってのは、そのクリア人でないと入れない高校に進学します。そしてその高校には、一定の学力、知識、コミュニケーション能力、いわゆる常識の思考ができる人が存在するんですよ。あんまりマーケットから離れた人っていうのはね、いないんですよね。まあ、離れた人っていうのは、外れた人っていうのは退学になっちゃったりしますんで、結局3年間でまあ、似たようなポジションの方になってくるんですよ。この似たようなポジションになる方ってのが、実はね、みんなと同じじゃしょうがないっていう考え方じゃなくて、そういうレベルじゃなくて、まずはこのレベルじゃないと個性も自由も発揮できないよってレベルなんですよ。まあ、ですんで、そこそこのレベルの進学、ね、小学校中学校という初等教育をクリアして高校という高等教育に入る段階で、もうすでに人生は振り分けられてるんですよね。で、大学やそれから社会に出てからもっともっと振り分けられます。というのが、基礎教育を理解して、高等教育を理解して、その上の大学専門教育を理解した人のグループっていうのは自然にできるんですよ。そこではですね、大体20歳前でに触れてきた知識とか経験とか情報とか人脈っていうので、お互いにコミュニケーションが無理なく取れる人がグループとなってくるんですよね。あまりにもかけ離れたっていうのはその中に入れないんですよ。例えばみんなで一緒にランチをしますね。最初は10人ぐらいでランチしたのかもしれません。でも気の合わない人とか、どうしてもコミュニケーションに参加できない人って出てくるんですよ。そういう方は淘汰されて、会話に入れない人同士で小さなグループを作り、そしてそのグループをうまくまとめていくグループでまたグループができるんですよね。結局細分化されていくんですよ。いくら LINE の交換しても、 LINE のコミュニケーションを取る人ってだんだん似通ってきませんか。そういう感じで、似たような知識とか似たような情報の人でやっぱり固まっていくんですよね。あまりにもかけ離れた人っていうのは、相当受け取る力量が多くないと受け取るのがね、苦痛になってくるんですよ。まあ、こういう言い方もできます。賢い人とか時間効率を大切にする人は無意味な人とはつながらないんですよ。ですんで、無意味と思われた人は無意味と思わない人同士で固まっていくんですよね。これはだから情報の咀嚼能力に大きく影響されます。基礎的な知識もあるでしょう。まあ、例えばね、意識高い系って言われる、そんなね、言葉がありますけども、意識高い系っていうのは、その意識高い人の間に入れなかった人が侮蔑の意味を込めてね、いわゆる負け惜しみで名付けてるんですよ。じゃあ意識が高い人って自分たちを意識高い系っていうふうに呼び合うかって呼び合わないですよね。逆に俺たちはまだまだだと思ってるんですよ。俺たちはまだまだだと思っていろんなことから学ぼうとしてる人のグループと、あいつら意識高い系だよねっていうふうにグレてね、固まっているグループと、じゃあどっちが
必要とされますかってことなんですよ。いちいち自分の鼻につくものをそういうふうなレッテル貼りをして避けているグループと、人のことに目もくれずにね、自分の内側を鍛えることに一生懸命になって結果それが意識高い系と名付けられる人、これどっちが必要とされるかなってことなんですよ。そしてあなたはどちらのグループに入ってますかってことですね。ですんで、知識や情報や経験、人脈が似通った人が固まっていくっていうのは、これは避けられないんですよね。じゃあ後半のいわゆる今日の本題に入りますけども、知識が似通った人が一緒になりやすいのはまあ分かったと思います。で、今度はですね、お金に関してです。お金に関して似通った人がどのように集まっていくかってことなんですよね。それはですね、お金のないお金持ちって言葉があるんですけど、ご存知ですかね。多分知らないんじゃないですかね。人間ってのは一生涯を通じてどこの瞬間に富豪になるかっていうタイミングがあるんですよ。例えば、まあ私とは言わないんですけども、例えばの例でね、私の例を取りましょう。私は今、まあ結構お金余裕がある方です。おかげさまでお金の余裕があります。でも10年前は全くお金がなかったんですよ。大借金です。だからその瞬間を捉えれば、こんなやつと付き合っててもしょうがないっていうふうに捉えられたかもしれません。しかしですね、私の人生を長く見るとトータルでは久保哲郎っていう金持ちと付き合っておいた方がいいかもしれないなって評価の方が多くなるんですよ。人ってのは過去も未来もありますんで、現在この瞬間だけを切り取ってみては誤解する恐れがあるんですよね。まあですんで、お金のないお金持ちっていう概念があります。それはですね、私のこれから言う言葉に象徴されてるんですけども、俺は金持ちだ、でもたまたま今金がない、だから金を貸してくれ。この言葉いかがですか？奇妙に映りますかね。でも私はずっとこれを言ってのけてきたんですよ。俺は金持ちだと。でも今日は金ないよと。借金もあるよ。で、金貸してくれる？これで通ってきたんですよ。もちろんそれに応じれなかった人の方が多いです。その人との縁はおかげさまでもう切れてます。でも、いや俺金持ちなんだけどね、今金ないんだよって言った時に、あ、いいよいくらっていうふうに5万10万と出してくださった方との付き合いは今はもっと濃くなってます。だからこれはね、見る目っていうかね、感じることっていうか、今一緒にいる人が実は自分と同じような境遇なんではないかなっていうふうに考えられるか、ちょっとややこしくなってきたんでシンプルに言いますけども、この動画をご覧になっている方は実はね、お金がいらないとかね、自分は今お金がありませんとか思ってるかもしれませんけども、この動画をここまで見てるってことは、私とお金稼ぎのセンスが非常に近いんですよ。似てるんですよ。だから金を稼ぐセンスがあるんですよね。いや、多分ここまで第1話から第2話からずっとね、吉田さんとの動画を交互に見てきて、この話までここまで見た人っていうのは、億万長者合宿の動画をね、見れた人っていうのは、お金を稼ぐセンスはあるんですよ。ありますよ。あるからここまで見てるんですよ。私の話が胸に入ってくるってことは、お金を稼ぐセンスが私の思考レベルと一緒ってことなんですよ。じゃあどこが違うのか。それはですね、やってるかやってないかだけなんですよ。で、冒頭でですね、速稼塾に今日6人の方が入ったってことを話しました。中の1名は現金かけ止めです。この人たちは稼げるという思考が一緒なことに気づいて、あ、久保さんと同じようなセンスを持ってるんだってことに気づいてですね、入塾してくださったんですよ。で、入塾費用は30万円のうち頭金3万円、たった3万円です。3万円という行動ができて、お金持ちの道に私と同じ結果に結び始めた人、歩み始めた人と、あとね、もうちょっと様子を見てる人、せっかく思考レベルとかお金を稼ぎのセンスは一緒なのに、行動っていうレベルが違うことによってタイミングをずらす人っているんですよ。もちろんこれはご自身がどう思われるかなんで、私も保証できる話じゃないんですけどね。だから絶対に速稼塾に入ってくださいって話じゃないんですよ。でも速稼塾のセールスをしてるわけでもないのに、なるほどこういうことかというふうに理解できた人はもうすでに行動を起こしてるんですよね。あ、特に今回速稼塾を売り込もうっていう、そんな魂胆ではありません。まあ結果的にこうなるってことが分かったんで、今回は私は作り込んだ動画をお送りしてるんですよ。普段は吉谷さんとのやり取りですけども、今回の動画に限っては違いますけどね、今までの動画は吉谷さんの動画に答えるって形を取らずに視聴者さんに語りかけてる。どちらかというと吉谷さんではなくて、吉谷さん以外の100名前後の方に語りかけている動画になってると思います。だからこれ売り上げ上がるんですよ。私がセールスをしてるわけでもないのに、動画概要欄の速稼塾の申し込みってところに
メールをして参加概要を取り寄せてその日のうちに入力してるんですよね。それがこの数日で起きてることなんですよ。季節柄もあるでしょうね。4月ってのは新しいことをやりたいなっていう気持ちにさらされる時なんですよ、まあ、ですんでそういうことも織り込んでこの速稼塾リターンズが0時から切り替わったっていうのも偶然ではないっていうふうに考えられませんか。これは全てね販売戦略なんですよ。全ての動画が私は無駄に出してるわけじゃなくて何かにたどり着くためにやってます。それは私の売り上げではありません。私の売り上げってのは単なるおまけです。どこに向かってるかというと稼げてない人が稼げるという目的なんですよ。せっかくこの動画をここまで見て私と同じセンスを持ってるのに行動しなかったこと、逆に言えば私が速稼塾に誘わなかったことによってそのチャンスを失ってる人のために今回はちょっとだけね意識した動画になってます。でもセールスもかけてないのに6件もお申し込みがあるっていうのは私としてはねまあまあの出来かなと思ってます。6人の方はもう稼ぎ始めてます。まずはポイントサイトやってますね。未確定報酬なんですけどもすでに万の売り上げが出てます。まあ簡単に頭金3万円なんてのは取り戻せちゃうんですね。だからあ行動したらこうなるんだってことが理解できてまさに今日もねお問い合わせが朝から入っております。どのようにすればいいでしょうか、どの案件がいいでしょうか、これは動画で発信した方がいいでしょうか。はい、私は全て考えてることを全部行動レベルにすることをお勧めしてます。ただ行動するかしないかは私の責任ではありません。私の行動したら結果が出るよって言葉を真に受けて本当に行動した人と、いやいやでもね自分にはこんな事情があるからなかなかできないんだよっていうふうにして行動しない人で大きく分かれます。私の動画を見た方っていうのは3年で1億とは言いませんけどもね、5年6年で1億を稼ぐ力はあるんですよ。だからここまで動画見てるんですよ。だって考えてる思考レベル、お金のセンス一緒なんですから、違ったらとても見てられないですよここまで。それを認識することなんですよ。きっとあなたは普段の暮らしの中、 YouTube を覗いた暮らしの中でお金を稼がしてくれそうな人に出会ってないんじゃないかなと思うんですよ。でも YouTube を見ると、あ、この人ならお金を稼がしてくれるかもしれない、実際稼いでるみたいじゃないかっていうふうに YouTube というねバーチャル空間の中で出会えてると思うんですよ。不思議なもんですよね。私とあなたは今のところ深い関係はないかもしれません。でも一部の方はこうやってお金を払う中だったり、それからですねお土産をもらったりあげたりする中だったり、中には速稼塾という入塾して稼ぎ始めてる人だったりというふうに運命は変わり始めてるんですよ。どうですかね。私も10代の頃はお話したように勉強という空間に入ってる方ではなかったです。代々木ゼミナールという予備校に行き勉強の仕方を知り、そして勉強のね面白さを知った時にお金の勉強をする土台ができたんですよ。国語や数学じゃないですよ。勉強するという習慣が身についたことによってお金の勉強をする、ビジネスの勉強をする、投資の勉強をするというふうに応用ができるようになったんですよね、まあ、ですんで1年から3年であらゆるカテゴリーを身につけて今隠居暮らしを送ってるんですよ。まずは頭を鍛えることによってお金を稼ぐべき基礎ができるんですよね。で、頭を鍛えるっていうのはどういうことか、勉強ができるどういうことかっていうと、国語算数理科社会に長けろってことじゃないんですよ。その教科の中にない投資やビジネスやお金のことについて勉強するってことなんですよ。それははっきり言って社会に出て30代過ぎても40代過ぎてもやってる人はほとんどいないんで、今からあなたがやってもね十分勝てるんですよ。勝ったらどうなるかっていうと、お金が集まってくるんですよ。世の中は相対的にお金を稼ぐセンスがある人とお金を稼ぐセンスがない人のせめぎ合いです。今はもしかしたらお金を稼ぐセンスがいまいちないのかもしれない。その結果としてお金がないのかもしれませんよね。でもちょっとしたことでお金を稼ぐセンスに気づいて自分の能力を使うことによって、今度は相対的に稼げる集団に入っていくんですよ。そうなると身の回りは稼げる人ばっかりです。少なくとも数ヶ月前と数年前と変わって、お金を稼ぐセンスがある、センスのある私や吉田さんがあなたに語りかけてるって環境が今手に入ったじゃないですか。これは大きいことだと思います。そしてね、お金なんて関係ないよって言ってる人でも時に感じると思うんですよ。こんな時にあと1万円あれば、こんな時にあと5万円あれば。まずそこから始めましょう。こんな時にあと1万円あればっていう時に1万円がポンと手に入るビジネスを所有したらどうですか。そのビジネスを使うことによって、こんな時に1万円あれば、あ、1万円作れたよかったになりますし、
あと5万円あったらなって時に5万円作ろうかなと思ったら翌日に5万円が振り込まれてる。こういうふうな世界に来るとどうでしょうかね。社会っていうのは全て自分に味方してるように感じれると思うんですよ。もう誰を妬むこともなく、全ての人が味方であり、全ての人が自分の取引先であり、全ての人に感謝できる、そんな人生が始まるんじゃないかなと思うんですね。はい、それでは今回はですね、またみっちりと語ってしまいましたけども、まあ偉そうなこと言って申し訳ありませんけども、この私の視線気づいてます？私はね、何かのメモを見て喋ってるわけでもなくて、どこかの誰かのセミナーを覚えたのを丸パクリして話してるわけではないんですよ。今このカメラに向かった瞬間に糸のように出てくる言葉を伝えてるだけなんですよ。つまりこれは私が心から思って体験してること、実現したことばかりを話してるってことなんですよ。体験と知識、セミナーでは、そしてこういう動画ではね、知識を話す人、経験を話す人に分かれます。知識を話す人っていうのはやっぱりね、ある意味キーワードを取りながら話すんでたどたどしくなりますし、会話が続かなくなったり、とかあとかっていうね、こういう風な感覚が入ったりするんですよ。私の場合どうですかね。何のメモも見ていません。自分が体験したことを喋ってるからなんですよ。自分が解決してきたことを分かりやすくあなたに伝えようとしてるだけなんですよ。まあ、ですんで、これから情報発信者を見抜こうと思ったら、例えばね、こういう風な顔出しってのはなんで重要かっていうと、この人が自分の脳の中から語りかけているのか、それともね、メモかなんかを見ながらこうやって喋ってるのか、このカメラの上とか下にメモを挟んでそれを見て喋ってるのか、もう目線違うでしょ。こういうところが見分けられるんですよ。まあ、ですので、この人が心から喋ってるのかどうか、その見分ける方法の一つとして、もう終始カメラ目線であるのかどうか、そういったトークが10分でも20分でも30分でも50分でも2時間でも5時間でも10時間でも続けられてるかどうか、ここに見分けるコツがあるわけですよね。吉田さんもね、何かを見ながら喋ってるわけではないです。全て自分の数万数十万という体験や憤りの中から導き出した結論が今日カメラに向かって話されているんじゃないかなと思いますね。まあそういうところも結構気が合うんですよね。億万長者合宿リターンズ、今回いかがだったでしょうか。今回特に速稼塾に入ってくださいってことじゃないですからね。そんなことよりも自信を持ってください。あ、ここまでこの動画、億万長者合宿の動画を見てたってことは、自分はたまたまお金に結びついてないけども、お金を稼ぐセンスは十分あるんじゃないか、あとはちょっとした行動をするだけなんだっていうふうに勇気を持ってほしいんですよ。で、勇気が持ってたら、ぜひね、その勇気をちょっとだけね、試してもらいたいと思います。そのちょっとの変化の積み重ねが、あなたをとんでもない世界に連れて行ってくれます。もちろんそのとんでもない世界っていうのは、豊かで自由で喜び満ちた世界です。私がこれからもご案内します。それでは本日は以上です。